は聖都に劉璋を下し、ついに寄って立つ地を得た。覇職の劉、高騰を領する孫権、そして華北と中原を滑る曹操。天下は三分され、乱世は新たな局面を迎える。2年後、曹操は漢中の長老征討、その地を手中に収めた。これを感化すれば、曹操は漢中から覇職へ攻めきたるだろう。劉備は孫権と連動し、漢中と合肥、同時に曹魏へと進攻する。だがこの時漢中はすでに曹魏の一大軍事拠点と化していた。帝軍山を守る猛将花公園の前に苦戦する蜀の将兵。自ら軍を率いて出た劉備もまた山中で基地に立たされる。夕日の時を前に、今ここで劉備を失うわけにはいかない。状況を打破するべく、法政、趙雲、正妻は帝軍山へ急行する。陣容がこれほどとは。ええ、急がなくては。殿が。そう、危ないですよ。劉備殿もあなたたち二人も。法政殿、策があるのですね。ええ、もっともこの悪党の策に従っていただけるか。もちろんだ。では、我らが体得を襲う不埒な奴らに報復を始めましょう。ここ帝軍山は今や魏の一大拠点。敵は多くの砦を築き、連携を取っています。つまりは一点を突破しても無駄です。そこで俺たちは面で攻めます。周囲の砦を落とし、連携を断つ。それも同時でなくては意味がありません。趙雲殿と正妻殿はこの役です。お二人で面を作り出してください。その間に俺が劉備殿に近づきます。今の戦力ならそれが最善でしょうね。承知した。あなたの策に従おう。帝軍山を制すれば、劉備殿は漢中王となる。それはすなわち、我らの正道たるを世に示すこと。故に、この戦、必ず勝たねばならん。馬防騎の槍にて、悪逆の曹魏を殲滅せん。魏の戦線は拠点間の連携が要。それを断つことから始めるのが法政殿の策。理屈は分かった。だけど正直時間がない。できるだけ早く動かなくては。急峻な地形に重厚な敵の布陣、帝軍山がこれほどの要害とは。殿、
どうかご無事で。我らがすぐにお助けいたします。劉備殿、無事お助けしましょう。後の恩返し楽しみにしていますよ。開門しろ、王硬直が出るぞ。開門します。お気をつけて。皆さんは本陣を死ぬ気で守ってください。それが劉備殿、すぐにやらせてもらおうか。敵の誘導が大事。ここは劉備殿を守りにして策をなせば一点ばらしにちょうどいい。王政殿はいかなる策を考えているのか。いや、今は自分の任を全うせねば。この愛さんです。手を貸してくださいませか。王政殿、策がある。今は死力がやらない。命拾いしてみよう。私の邪魔をした人の顔覚えておく。撃ち取ってあげてもらおうか。その勢い誰にも止められますまい。しばらく基地に立っていてください。恩義をまとめ報復の策を描きますので。ああ、
わかった、ホウセイ。お前の執念の策で私を勝利へと導いてくれ。私の知略が破れようと。首を取るぞ。さて、そろそろだな。工作部隊、土砲の準備にかかれ。野郎、舐めたまにしやがるぜ。お前ら、きっちりしといてやれ。劉備殿、義軍の引き付けは十分です。もう本陣に戻ってもいいです。中堅点だ。よろしくな。今こそ報復の時。土砲隊、これまでの辛苦を倍返しにしてやる。やれ。まずい。完全に敵の射線に捕らえられているぞ。あんまと捕らえちまったか。劉備をおとりにするとは敵のやらせんだぜ。俺が本性を見せないか。倍返しへの執念、恐ろしいほどな。戦場も気分も実に清々しくなりました。あとは押し込んで敵の大将を撃つだけです。後世の敵は壊滅状況に。あと私たちの手を終わらせる。ここで登場ってかっこよすぎでしょ。俺取っておきだ。たっぷり味わう。
討ち取った。さて、とっておきだ。どんな感じで取っちゃってやろうか。命取りだ。お前たち、さあ行くもんの、なんだよ邪魔しやがって。ホセ、のんきすぎてゾッとしますよ。そもそもこの戦も五の口車に乗ってこの有様です。人がいいにも程がある。すまんな。謝罪など結構。その代わりこの恩は倍にして返していただきますよ。宝生殿、今回は私の不明であった。これからもよろしく頼む、宝生よ。こんな俺でいいならどこまででも。